はい。エメさん、こんにちは、えー。ファイナンシャルプランナー、貨幣研究室の伊藤です。えー、今回ご紹介するのはですね、えー、2021年5月か6月に鑑定を出して、えー、10月に戻ってきたものになるんですが、えー、クイーンズビーストのコンプリーターの1オン数のプルーフ銀貨ね、えー、この鑑定結果を、えー、ご紹介したいと思います。あの、実は3枚、 鑑定で申しし込みましたあのご存知かと思いますが、ロイヤルミントでは3枚までしか買えなかったというのもありますから、じゃあまあ3枚買って、えー、その結果がどうなったかっていうのを今日公表したいと思うんですが、えっ、ー、と、まずですね、1枚目、<う>えー、鑑定番号順にいきますけど、1枚目は、 まあ見た目は美しく感じるんですけど、一つ点があるんですよね。この、このあたりかな。若干1点あって、ちょっと評価下がるかなと思ったら、やっぱり69でしたね。はい。エリザベス女王の方は、まあ、そんなに問題点はないかなとは思いますが。2つ目。 えと2つ目もですね、やっぱり1.2点,点ぐらいかな、2箇所ぐらいちょっとちっちゃな点がちょっとあったというのもあって、こちらも69評価となってしまいました。もうちょっといくかなと思ったんですけどね。でこちらもちょっとエリザベス女王の方に若干ですけど、あのミルクポイントと呼ばれる白い斑点が少し見受けられるというのもあります。 これは鑑定後についたのか、鑑定前についたのか、ちょっとわかりませんけども、まあ、69という評価。で、最後3つ目。ようやく70評価がつきました、ばと。あの、実際には、この1オンスのコンプリートの銀貨プルーフ、結構70のものを出ていて、やっぱり2枚に1枚、 3枚に1、2枚は出てるっていう状況なので、まあ、確率論からいけば、3枚出したら1、2枚70で691枚っていうところがまあ、まあ普通なのかなと思いますから、若干今回は、まあ悪くはないけど、良くもなかったっていう評価になりますかね。まあとはいえ70が1枚ありましたので、まあよしとしようかなと、あの直接買ってますしね。 えー、特にあの大きな値段が上乗せされてるわけでもないので、まあ、これはこれで良かったのかなというふうには思います。まあ、3枚買って1枚出ればいいやって最初から思っていたのレベルの内容でしたから、まあ、とりあえず、えー、69と70という評価で良、まあ、かったのかなとは思いますがね。まあ、中には3枚とも70という人もいらっしゃいますからね。ねまあ、本当はそうしたいんだけど、まあ、こればっかりは運もありますからね。 で、私が今やってるその実験というのは、要は海外から買って、で、国内に届いて、で、国内に届いてから鑑定をした場合に、まあ、どれぐらい70ってのはつくのかなという実験をやってたりするわけなんですが、まあ、つくのはつきますね、えー。この評価の結果見てもわかります通りね。ただ、輸送中に、まあ、いろんなことが起きて、その結果、 残念な結果になるということはやっぱりあり得るんじゃないかなというふうには思いますので、まあ、一番いいのはやっぱり直接、本来は直接買って直接そのまま鑑定に出せれば本当はいいわけなんですが、まあ、ロイヤルミントの場合は多分そういうのはやってないと思うので、まあ、国内内省は海外のコイン省を通して直接鑑定というのはまあやっぱりある種意味があるのかなというふうには思います。まあ、これからもいろいろチャレンジしていきます。自分で買って、 自分で鑑定出した場合はどうなるか。もしくは、えー、海外のコイン賞を通して鑑定出したらどうなのかとかね。いろんなパターンについてあの分析はしていきたいと思いますので、えー、ぜひご興味持たれた人は、えー、チャンネル登録よろしくお願いいたします。失礼します。